はいどうもお疲れ様です。FX オリガラヒの皆様、今日は1月22日日曜日なんですけども、これから始まる23日から27日の第4週を占っていこうかと思います。よろしくお願いします。まずは月が変わりました。週か。週が変わりましたのでウィークリーをご覧いただきたいんですけども、ウィークリーでずっと懸念材料だったのは、あの、ヘッドショルダーが完成するかどうかなんですよね。でも、このヘッドショルダー、仮に完成しなくても、ここを頂点にして、 急速な下落が起きてるのはもう見てもねはっきり分かるとところだと思いますあと問題はですねここの N 字のところとこちらの符号するところ今要線が出てますけどもこれが陰線に変わって下に抜けた時にねものすごい勢いでこの下落っていうのが起きてですね、えー、昨年のロシアがウクライナに侵略戦争を始めた頃と同じ水準に戻るということになりますね、えー、去年のこの部分ではトレードが全然できなくって 困ったたところがありましたけどもその後一方的なトレンドが発生したんでものすごく利益を上げることができたというね、えー、まあ何て言うんですか火事場泥棒ではないですけどもやっぱり事故の裏で富豪が生まれるっていうまあ投資の世界での格言がまた悲しいことに現実化してしまったってところかなと思いますはいじゃあこのようにね週足の方を分析します下下げ圧力がまあ圧倒的に強いかなっていうところが見て取れますね、えー、次はじゃあデイリーの方に移っていきます デイリーはですねこれも下下げ圧力が存分に効いてるとこです、まあ、こういうふうにねずーっと下に下がってるばっかりですね、えー、ここからチャンネルラインを引きますとざっくりとこういう感じになってますで今瞬間的に上昇に向かってるようですけども結局これっていうのは他の部分でいったらこういうところとかと同じなんですよいずれ下落するための下がるための上がる部分ですよねですんで、すのそそろそろセルを入れるのは ちょうどいいかなと思ってますこれが先週ねセルに行くと思っちゃったところが先週ガタガタと前半月カーで崩れたところの原因だったですね途中からあのレンジオプションに入れてなんとか取り戻せましたけども、えー、下げ、えー、勢力があるからといって必ずしも下に行くってわけではなくてセカンダリートレンドってのは絶対に発生しますんでねここで、えー、まあ倍で入るのもいいんですけどもセルの流れがあるときに倍で入るのは非常に難しいですからセルポイントが あのまあまあ見えるまではずっと黙って静観するのがよろしいかと思います、まあ、見るのも相場ってやつですよねはい下下げ圧力があります次は4時間ですね4時間はどうでしょうかはい、まあ、下下げ圧力がはっきりと見て取れるほどではありませんけどもまあでも下落に転じてますよねこの図だけ見るとここにダブルトップがあるわけなんですよ高根県ではないんですけどもダブルトップが発生してその後ちょっとねもじもじしましたけども結局は こちらのネックラインを割って下に下がってきたと。その後ネックラインを超えて上がるんですけども、急速に前年戻しがあると。ということで、週が明けてからも、ここで前年戻しになってくるんではないかなってことを考えるのと、あと二つ目は、前年戻しまでいかなくても、ある程度戻した後でまたちょっと上昇していく。ボラティリティが少しずつ削られている状態に入るんではないかなってことが考えられます。はい、次1時間です。 1>, 1時間になりましたねこれはねうん1時間だと緩やかな右肩上がりに見えるんですよで何かの表紙に上昇した時に同じところまで戻ってくるまあここは日銀総裁の,あの例の記者会見ですけどねその後こちらの方も上がったえ今下がってるんですけどもこれが週が明けてからですねこの水準が、まあ、上に行くことは可能性としては少ないと思いますけども、まあ、下の方に向かうんではないかなと思います ですので週が明けていきなり利益を取っていこうかと思ったらセルでもう入っとくのがいいかもしれませんけどもここはテクニカルでお話をしなくちゃいけないんでじゃあテクニカル的にはどうなのかってことを考えるとテクニカル的にはですねまあ横ばいが始まってまだ終わってないんじゃないかなと思うんですよで横ばいはどこで生まれてるかっていうとまあ第1にここですよねここに横ばいがあるわけですよでえっと金曜日にお話し,しましたけども 一旦出たものがレジサポ転換で突き上げてこうなってますから今度の横ばいっていうのはねあの大きく見るとここなんですよただこうなるとちょっと大きすぎるんですよね大きすぎるんでそれを2つのフェーズに分けますそれがこちらの方とこちらの方のフェーズかなと思いますで私が思うに週が明けてえ六、ー、あ二2 3日から始まる週っていうのは この間で推移するんじゃなかろうかっていうふうに考えてるんですよねですんで月曜日は一体どこの価格帯をうろうろするのかってことを確認するのに努めようと思います第1候補はここ第2候補はまあここかなこっちですね下ですねこここちらに戻るんではないかなというのは第2候補ですね第3候補はこの辺ですかね で、月曜日に様子を見て、どこで立ち回るのか、はたまた別の第4の構造が考えられるのかってことに、えー、一定の結論を出して、火曜日から仕掛けていこうと思いますね。はい、えー、では第4週目はこんな感じで占っていきますけども、果たしてどうなるでしょうか。えー、またですね、月曜日のお昼ぐらいに追加放送させてもらいます。えー、よろしくお願いします。